明夫さんのお部屋へようこそ。今回はスーパーマリオブラザーズマグメン巡りの旅パート2です。このプレイ動画はメーカーの意図しないバグを利用した裏技で、製品の不具合ではありません。あらかじめご承知ください。バグフィックスワールド。ボーナスステージのような面ですね。コインがたくさんあって嬉しくなります。先がありそうですね。行ってみましょう。何もないですね。一旦降りてみましょう。ループしました。穴に落ちたらどうなるかな。穴に落ちてもループしました。とりあえず行けるところまで進んでみましょう。何も見えてこないですね。何もなかったのでだいぶ飛ばしました。やばいです。本当に何もないです。何もなくタイムアップです。今度は始まった瞬間にミスになりました。ミスの原因はタイムアップみたいです。またミスになりました。タイムに注目してください。はじめからタイムがないでしょ。そりゃダメですよね。ゲームオーバーです。バグフィックスワールド。今度は地下面ですね。お城っぽいですが、 BGM はお城じゃないですね。やっぱりお城な感じですね。クッパはいるんでしょうか。クッパはいないですね。ピーチ姫もキノピオもいません。クリアできるのでしょうか？クリアはできて、タイトル画面に戻りました。バグフィックスワールド。水中面になりましたね。変なところをのこのこが歩いています。はてなブロックははたけませんね。壁の中にリフトが埋まってのこのこが歩いています。マップ構成はクッパ城っぽいんですけどね。やっぱりクッパ城みたいですね。でも、クッパ大王も、ピーチ姫も、キノピオもいません。のこのこ踏めるかな？当たっちゃいました。なんというところから再開。
のこのこ踏みのリベンジです。踏めませんね。ミスになります。上の方にリフトがあります。乗ってみましょう。そのまま落ちてしまいました。リフトもリベンジです。壁すり抜けましたよ。見えました?もう一回、はっきりわかるやついきますね。すり抜けた。すげえ。面白いので、もう一回。見ました?すごいでしょ。バグフィックスワールド。また、同じようなお城みたいな水中ステージですね。ブロックははたけませんね。クッパ大王はいるかな?クッパ大王はいませんでした。いませんでした。いませんでした。ピーチ姫もピノキオもいませんでした。バグフィックスワールド。何もせず、落ちてしまいました。地面も何もないです。どうすればいいんでしょうか?なすすべがありません。ゲームオーバーを待つだけですね。バグフィックスワールド。また、雲上のボーナスステージのような面ですね。先はあるのでしょうか?とりあえず降りてみましたが、ループですね。穴に落ちても、ループです。湧いてきたキノコは取れそうにないですね。行けるところまで泳いでみました。残念ですが、ゴールはなさそうです。タイムアップで、ジエンドですね。バグりました。次の面はなさそうなので、今回はここで終了します。次回に続く。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。